コートの上でプレーするときにはどんな場面であれ基本姿勢が重要となります。バスケットボール特有の最もベーシックな技能です。特にボールを持っているときに大切になります。体接触が禁止されているのですから、あらゆる状況で即座に対応できる体勢でなければなりません。見て判断してプレーする必要から状況を見るための姿勢でもあります。ワンハンドのジャンプシュートは中学生の女子でも練習すれば十分打つことが可能です。ジャンプシュートにはボースハンドを使ったシュートもあります。女子選手などに多く見られますが、基本的な考え方はワンハンドのシュートと変わりません。美しく高いアーチを描いたシュートの後に両手の人差し指の指先がゴールを向いているのがよくわかります。レイアップシュートのポイントをまとめておきましょう。まず外側で受けるシュートから見ていきましょう。一般的なランニングステップによるレイアップシュートです。ボールを受けて 1-2 のリズムでステップを踏んでシュートします。ジャンプした時に太ももが床と平行になるように上げます。これによって前方への移動のスピードを抑えられ、上半身が立ってボールコントロールが容易になります。また空中でも基本姿勢を保つことが非常に大切です。シュートを打って着地した時にネットを通過したボールが受けられるようなジャンプの仕方が目標です。